です。梅もんクラブ道場。皆さんこんにちは、テコデザインの梅もんです。今日ご紹介するのは、テコデザインでもよく使っている You can bet me というサービスです。見た通りのサービス名で、あなたは私の予定を抑えることができるという意味です。日本語版がないので少し戸惑われることもあるかもしれないんですけれども、そんなに難しい設定はありませんので非常に便利なサービスです。こちらがログインした状態でしているこのテコデザインの You can book me なんですけど、これを見てみると出来上がりはこのようなサイトになっています。例えば、この空いている時間枠をクリックすると、このように何か予約できるようなフォームが出てくるんですね。で、このフォームの中身を自分で設定したりできます。うちはどういうふうに使っているかというと、オンラインの相談会の予約とショールームのご来店の予約、どちらかを選んで予約するようにこのフォームを使っています。設定方法なんですけれども、このエディットセッティングスというところを押すと細かい設定ができます。で、都度プレビュー画面がこの右半分にあるので、これを見ながらやっていくんですけれども、このジェネラル、このジェネラルって書いてあるのは一般的な一番初めのページと思っていただければ良いです。ブッキングページタイトル。タイトル、この株式会社テコデザインっていうところはここに当たるところです。自分のロゴとかを設定することができます。で、この自分でブッキングページリンク作ることができまして、.youcanbookme というリンクを生成するようになっています。もちろん誰かが先に使ってたら使えませんけどね。ここの文章、ご都合のよろしい日時よっていうところがここです。はじめに英文が入っていたので、それをそのまま残して使っています。カレンダーです。どのカレンダーと紐づけてこの空き状況を更新したいですか？ということなんですけれども、今、その会社の Google アカウントと紐づけています。これを例えば自分の個人の Google アカウントとか、まあ、何かしらのカレンダーアカウントと紐づけておきますと、そこと同期されるので、自分の都合の悪いところがこのようにブロックされるような形にすることができます。いちいちこちらを手動で切り替えなくても、同期しておくことで勝手にアップデートされるというところがクラウドサービスの良さが現れているところです。タイムズ&アベイラビリティということで、ここでは何をやるかというと、予約可能な時間帯のセットをします。ここでは土日はチェックを外して予約ができないように勝手にブロックするようになっておりまして、平日月から金の間で9時から5時の枠を設定するようになっております。で、お昼休憩も社長は取りたいので、12時から13時はブロックするようにこれも勝手にしてあります。さらに、Add Fixed Start Date and End Date。ここの2つをセットすることで特定の期間、こっちが始まり、こっちが終わり、特定の期間にのみ予約を許すという設定をしたいときにこれを使えます。ただし、これはアップデートと書いてあるように、無料アカウントでは使うことができない機能です。少し課金をするだけでこのような詳細設定も可能になります。これ本当にこのサービスうまく使うと、美容院の予約とかネイルサロンとか個人でやられてる方とか本当に楽になると思います。Duration and Display というところでは、この一マスにかかる時間の長さ、長さのことを Duration って言うんですけど、それを設定することができます。うちでは30分刻みにしているので、Fixed 30 minutes というふうになっていますが、かなり細かく作ることができます。Add padding before and after a booking というところは何をするかというと、まあ、これもちょっと課金アカウントで使うところなんですけれども、これを設定しておくと、その入った予約の前後、まあ、どちらか両方、をさらにブロックすることができるんです。例えばお客さんとお客さんの間に清掃の時間を設けたいとか、何か用意する時間を設けたいとか、サロンだったらそういうことも必要だと思うんですけれども、そういう余白の時間を自分で設定することもできます。また逆に Allow multiple booking per time slot、 複数ダブって予約することも可能というふうに設定することもできるんですね、課金すると。そしてこれはミニマムブッキングノーティス、これご覧いただけるように、今5月26日でもう明後日から明後日以降の予約しか取れないようになっているんですね。それが2 days の意味です。これは90日後の予約まで取れるという意味です。最大の一番遠い日付、どこまで予約できるようにしますかっていう風になって、結構3ヶ月と多めに取っております。次のページ行きましょう。 Appointment Types、 これはね、全体的に課金ので、まあこれな、どういう機能かと言いますと、お客様がその予約タイプを選べるですね。大元の予約を選べて、例えばコースの予約とか、その時間の長さも異なるし値段も違うみたいな時にはこれを使うと便利です。そして最後に Language and Time Zones
自分のカレンダーと同期してあるので、そのカレンダー通りのものをここに適用するっていうチェックを入れています。でこちらのお客様がブラウザで見てる言語を勝手に選択するようにチェックを入れています。こちら側で日本語とか英語とか言語を特定しているわけではないです。お客様のブラウザに合わせる。次のページですね、日時を選んだ後のページの話なんですけれども、ここにね、フォームを作っていくんですね、自分で。これ Google フォームを使ったことのある人だったらなんとなく感覚が似てるのでわかると思うんですけれども、この質問の個数が無料アカウントだと決まっています。もっと増やしたいのであれば課金してくださいねと出ている通り、 1,2,3,4,5,6,7 7個まで無料アカウントだと設定することができます。ご興味のあるサービスというクエスチョンを押すと、このように SaaS の名前を並べてチェックがつけられるようになっています。ここの部分ですね。で、この絵をチェックにするのか一つだけ選択するようにできるのか、そういったこともこういうふうにボタンのタイプを自分で選ぶことができます。これを選んだら逐次どういうふうに出来上がりイメージがなるかっていうのをすぐに確認できるので、もしちょっと英語の単語がよくわからなくても一個一個ちょっと選択していけば、ああこういうふうになるのかと直感的にわかるので、そんなに言語の心配はなさらなくていいかなと思います。アフターブッキング、その予約後の挙動はどうしましょうか、画面上でどうするかっていうことですね。その人のお名前さん、アポイントありがとうございます、いついつにお話ししましょうと、ここにメッセージが出るようにしています。Add to Google 見えますかね？ちょっと小さいんですけれども、これお客様自身の Google カレンダーに、この今作った予約を自動的に追加するっていうボタンがあったり、Office 365とか選択肢が勝手に現れます。テコデザイン側に確定のメールが来る。プラス、お客様はお客様で自分のカレンダーにこれを押すだけですぐに追加できるという非常に便利な機能もついています。通知のメールをどういうふうに設定しますかっていうふうになっています。アフターニューブッキングメイド、新しい予約が確定したらどうしますか、コンフィメーションイメールトゥブッカー、予約者に確定のお知らせメールを送ります。その次にコンフィメーションイメールトゥユー、ユーっていうのは私のことです、テコデザインのことですね。もし予約が変更になったらという時もこういうふうに分岐して、どういう挙動をしますかっていうのを、またキャンセルの時リマインダーどうしますか、今のところは設定していませんが、何時間前になったらメールするとか、何日前になったらメールするとか、そういうのもやろうと思えばやれます。そしてこれは自分のカレンダーにどういうふうに自動反映するかっていうことが書いてあります。勝手に Google カレンダーにこの内容が飛んでくるようになっております。非常に便利です。全体の見栄えですね、デザイン性どうするかというところで、もっと違う色を選びたいとか、そういうことがあれば課金することで対応することができます。 You can book me のこのリンク一つできればですね、この、まあ、一番基本的な考え方としては、今このうちが使っているように企業とかが応募フォームを自分で作る代わりに、この You can book me で作る、あとはまあ個人でサロンとかやってる方がその予約サイトを自分で作るとお金がかかるから、こういうので代用するっていうのも考えられます。忙しいビジネスパーソンの方って本当に予定ガンガン埋まるじゃないですか。商談があったり打ち合わせがあったり、まあ報告会があったり、もうとにかく忙しいと。でそういう時間の隙間を縫って何か新しいアポイントを取るときに、自分の空いてるのをピックアップして相手に選択肢として投げて、で時間差で相手がじゃあここの日程がいいですっていうふうに返してくるのって非常にまどろっこしいですよね。なのでその個人の Google カレンダーなりなんなりと同期されてるこのカレンダーのリンク一つ、ここですね、ここを youcanbook.me というリンク一つ、取引先だの相手だのに渡すだけで、ここから僕の空いてる日をすいませんが選んで予約してもらえませんかというだけでいいんです。それで日程調整が1往復ですというのが非常に魅力的なポイントです。ぜひね、日本語のサイトがないのでうっと思う方もいるかもしれないんですけれども、全然難しくないのでぜひトライしてほしい。そして課金しなくても十分使いこなせます。応募フォームとか予約サイト、どういうふうに構築しようかなと悩んでる方とかがいらっしゃれば、ぜひぜひ使ってみてください。というわけで、とても便利な You Can Book Me というサービスをご紹介しました。テコデザインの梅門でした。